皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トサン TV トさんでございます。さあ、本日も始まりました。トサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、橋本徹さんに中国でカラオケに行ったかどうかだけ聞きたい。では参ります。えー、ちょっと本編入る前にですね、 この動画の前に一本動画を撮ってアップロードしておりますけれども、YouTube の審査に引っかかっております、えー。ロシアの戦勝記念日、ロシアの国内で不穏な動きがあるぞという動画なんですけれども、ちょっと YouTube の審査、撮るまで出せませんけれども、どうしても情報的に期限があるので、明日5月の10日の朝一の時間帯でどういう状況であれ発信させていただきたいと思います。でそれが審査引っかかって数時間では無理なので、えー、すぐ後にですね、また動画一本撮っているという ということになります本日の動画は何かというと、今から20年近く前にあった事件のお話ということになりますね。きっかけになったのは、ツイッター、アンカケナポリさん、こちらでございます。アンカケナポリさん、今、ウクライナの情報なんかもいろいろと発信してくださってますけれども、平、え、素、ー、何を発信してる方かといいますと、えー、その日に、 遡った時に同じ日に何があったのかっていう出来事を紹介してくださっている方なんですね。で、5月の6日のツイートで、5月の6日、今から20年近い前ですね、2004年の5月の6日にはこんなことがありましたって紹介してくださっていたのが、上海総領事館員〇〇事件という事件でございます。 上海の日本総領事館であった本当の話ということになりますけれども、ああ、そんなこともあったなということで思い出しまして、これが現代の問題にもつながってきますし、今でも、今でもここで起こっている中の出来事っていうのは今でもあるんじゃないかということで共有をさせていただきたいと思います。今から20年近く前、2004年の出来事でございます。2004年の5月の6日、 上海の総領事館の会員の方が遺書5通を残して自ら命を絶ったという事件がありました。遺書5通を残した。で、この事件の発端は、 数ヶ月前に遡ります。2003年になりますけれども、実はこの方というのはですね、総領事館で通信担当をやってた方なんです。なので通信担当の方とお呼びしたいと思いますけれども、日本にご家族がいらっしゃって既婚者の方だった。ところが2003年当時、中国のカラオケ店で知り合った中国人女性と交際をしてしまっていたんですね。そういう状況がありました。 ある日、この交際相手の女性から通信担当の方に電話があります。大変今、中国の当局の人たちに睨まれてると。そこからほどなくして、このカラオケ店に勤める中国人女性の方は、中国当局に捕まりました。中国当局どっかというと、国家安全部という部署ですね。国家安全部。第1局から第17局まであります。で、 外国に関わるところっていうところで行きますと、第7局、第8局、第9局、第10局あたりの局が関わってくるんですけれども、何やってるかっていうと、いわゆる情報活動ですね。スパイの監視とか、逆にスパイをしたりとか、あと外国交換の職員をチェックしたりとかですね。そういうことをやってる情報にまつわる部署、国換安全部と言いますけれども、というところの隊長と呼ばれる まあちょっと偉そうな感じの、偉い地位の方っぽい人と、通訳担当という若いお兄ちゃん。この二人が接触してきて、拘束をされて捕まってしまったんですよ。そのカラオケ店の女性の方がところが、この女性の方はすぐに解放されてます。釈放されてる。その上で女性の方が通信担当の人に電話をします。釈放されたわっていう電話をするんですけれども、その国家安全部の隊長と呼ばれる人があなたに会いたいと言って 何々って話になりますよね。それそのまま他っとくんですけれども、数日後に文章が通信担当の人に送られてくることになります。で、その文章の中には、携帯電話番号が書いてあって、電話が欲しいと。で、その上で、その担当者の人か、もしくは送料時間の一番トップ、送料時間の今度は事務方の一番トップ、誰かに合わせろっていうことが書いてあるんですね。ただし、この携帯電話に電話をしてくれ。 さらに言うと、バレないように公衆電話から電話をしてくれ。さらに言うと、金曜日か日曜日の7時から8時ぐらいの間に電話をしてくれってこと細かに指示が書いてある。これはどう考えても怪しいぞと思ったその通信担当の方は、下っ端に話してもしょうがないので、その国家安全部の隊長と呼ばれる人に連絡を取ります。で、これどういうことなんだと、この文章を送られてきたけど、どういうことなんだって連絡を取るんですけれども、そこから2週間ぐらい経ったある日、 その通信た担当の人に隊長から連絡があって、実はあの文章は、その下っ端の通訳やっていた下っ端のやつが勝手に作った文章だと。その下っ端のやつを逮捕したって言うんですね。拘束して逮捕したから安心しろっていうわけですよ。実は、このこと。もっと遡って、カラオケ店の女性が逮捕されました。釈放されました。そして、そっから下っ端の人もそうです。文章でいろんなことを教えろ、合わせろって言ってきました。 携帯電話も教わりました。公衆電話からかけてきた。この一連の全てのことが、この逮捕によって全てもみ消されてなかったことになるわけですよ。実はこのことが、国家安全部の隊長が、この通信担当の人に大きな恩を売ったっていう構図になるんですね。でなぜなるのかはまた後ほどお話し,しますけれども、こういうことがありました。で、いろんなことを教えろっていうわけですよね。 えー、領事館の人のリストをバンって名前書いたのを持ってきて、どこの省庁の出身なのか全部教えてくれとかいろんなこと言ってくる。で、そんな折に、この通信担当の方は、えー、っとですね、職場が変わることになります。上海からロシアのサハリンに移動することが決定するんですね。で、その隊長にはそんなことは一言も言わなかった。しかし5月の2日、その情報を嗅ぎつけた隊長が怒ってですね、通信担当の人に言うわけですよ。なんで黙ってたんだと。 え、出身官庁全部教えろって言っただろうと、なんで教えねえんだと。さらに、えー、総領事館の会員の人たちが接触している中国人の名前全部家とかですね。えー、国と国との問題になるけどいいのかと。国には家族がいるんだろうと。家族を失ってもいいのかっていう3時間にわたって脅しをかけてくるんですよ。さらにその後、要求は過熱、エスカレートしていくことになるんです。その人は通信担当ですよね。通信担当って何やってるかというと。 当然総領事館とか大使館っていうのは本国とやり取りするそのやり取りっていうのは全て暗号化されてるわけですでこの暗号が例えば中国当局とかにバレてしまうと日本との間で政府がどういうやり取りしてるか全部筒抜けになってしまうんですねそれをやってるのが通信担当の人なんですよその暗号システムを教えろって言ってきたんですねもうう要するにに中国離れてしまのののでその前に一番の成果物を 取ろうとしてきたんだと思います。けれども、暗号を教えろっていうことで脅してきた。悩みに悩んだ。その通信担当の人は、これだと、国をさすがに売ってしまうことになると、もうほとほと疲れた。で、これは、たとえロシアに行って、サハリンに行ったとしても、この脅しは続くだろうと。これは一生続く。耐えられないということで、自ら命を絶ってしまったっていう、そういう事件なんですよ。で、この事件は、実はもっと根深い問題がありまして。 この事件が起こってから、日本の外務省は中国に、事件の解明を求めて、非難をする旨、通達を出しているんですね。外務省は出している。ところが、これを当時首相だったのは小泉さんですけれども、首相にも通達しなかった。情報をあげなかった。外務省の中だけにしたんですよ。で、その後、当然外務大臣とか変わってきますよね。引き継ぎもしなかったんですよ。 その当時の外務省の中だけでこの情報をもみ消そうとしていた。じゃあなんでこれが表に出てきたかというと、2005年の年末の新春特大号で、週刊文集がすっぱ抜いたんです。おそらく外務省の中にも心ある人がいて、こんなのをもみ消すなんてとんでもないということでメディアにリークしたんだと思いますね。我慢ならんということで。逆を返すと、これをもみ消そうとした人たちはどうなんだっていうことになると、 当然中国の策略にかかっていて、叩くと誇りが出る人が外務省の中にいっぱいいるっていうことを示します。じゃあその誇りなんぞやっていう話なんですが、先ほどの話に戻っていきましょう。なぜ隊長が部下を逮捕したことで、恩を売ることになったのか。この話ですね。カラオケの女性の方、カラオケに行って女性と知り合って交際してるんですよ。通信担当の方というのは。中国にはカラオケっていうのは2種類あるんですね。 で、一つは日本と同じ普通にカラオケです。で、ドリンクセットなんかもありますけれども、まあセットといっても日本みたいに一杯だけつくわけじゃなくて、ビール20本とかそういうレベルのセットになりますが、まあ日本と変わらない。要するに歌いに行くカラオケがあります。もう一つあるのが、KTB と呼ばれるカラオケ。K はカラオケの K。あとはテレビの TB ですね。TB。KTB と呼ばれるカラオケがあります。 これは主に接待とかでよく使われるようなカラオケでですね。で、現代、2022年現在でいくとこんな感じの内装になります。ものすごい豪華です。ものすごい豪華。どっかのクラブかと思うような、高級クラブかと思うような感じですよね。こんな内装になります。ものすごい豪華で、そして店に入っていくと、 まず歌う前に、こんな感じでずらーっと女の子が並びます。小さい店で5、6人、大きい店だと20人ぐらい。好みの女の子をチョイスするんですけれども、2人ぐらいかな、チョイスするんですけれども、もし好みの子がいなかったら20人全員はけてって、また新たに20人入ってくるっていうですね。とんでもない接待の店があるんです。それが KTB。 いわゆる中国でのカラオケというものになりますね。ここで通信担当の人は女性と知り合ったんです。さらにこの TKTB というところは売春も斡旋しているようなところだったりしますっていうことです。この事件の後にも自衛隊の自衛官の人がですね、この KTB にお誘いを受けて、まあ、同じ店なんですけども、お誘いを受けて、まあ、機密を漏洩したっていう事件も発生しているんですよ。で、その当時の店というのはこちらですね。かぐや姫という店。 こちら。この店で事件は起こりました。おそらくこの後のその自衛隊の事件とかも含めると、えー、国家安全部とかが根城にして使ってるような情報を取得してハニトラにかけるために根城に使ってるような店だったんじゃないかなというふうに思います。この店で女性と知り合った。そしておそらくですけども金銭のやり取りがあったんだけども女性がお付き合いして欲しいということですり寄ってきた。これはそもそも この通信担当の人をはめるっていう目的があったんだと思います。そして交際をして、ある程度時間が経って、えー、情報もですね、抜き取った。これ以上情報を抜き取るために圧力をかけないといけない。そして相手も警戒感を緩めているというところで国家安全部の本丸が出てきて、女性を売春容疑で逮捕するっていうことを。まず売春容疑ですね。ということになると、相手方が通信担当の方なんで、その通信担当の方も売春をしたってことになりますよね。その上で、いろんな情報をよこせと面会させるとで。携帯番号 教えててかかかけけるならら、えー、公衆電話からかけろよって秘密のやり取りをお誘いをかけるこんなことするともう何もやってなくてもそれをやっただけでスパイの利益が残るわけですっていうところの布石を作っておいてそれを全部部下を逮捕することでもみ消してやっただから恩を売ったってことになるんですね当然この通信担当の方は国家に対する反逆というのみならずこれがばれたら家庭も崩壊してしまう 可能性が十分にあるということです。全てを失ってしまうんですね。なので、えー、苦しくなってですね、自ら命を絶つという選択をしてしまったということです。これと同じ経験をしていて、身に覚えのある人は外務省の中にいるから、外務省はこれをもみ消そうとしたんじゃないかということなんですね。非常に実は根の深い問題であります。でですね、ここで、 ちょっと上海電力のお話に行きたいんですが、現在上海電力大盛り上がりしておりますよね。上海電力という会社が、まあ日本でソー,ーあのソーラー事業ですね、太陽光発電事業をやってるっていうのは皆さんご存知だと思います。私も以前の動画でお話しさせていただいておりまして、今回問題になってるのは大阪の先島というところですけども、そこ以外にもソーラー発電やってるわけですよ。で、これを山口さんというジャーナリストの方、伊藤しおりさんと揉めてる人ですね。まだ裁判中なので結果出てませんけども、揉めてる人。で、山口さんという方 方が今追っていて、橋本徹研究っていうのを花田にあげてます。で誰でも呼べます。今 5, 5話目まで、5シーズン目っていうのかな、まで出てるのかなと思いますけれども、ここで問題になっているのが、なんで上海電力が日本の太陽光発電に参画してるんだっていう話になりますね。 で、そこで出てくるのは、もともとこれは新和工業と日光エナジーという会社。日本の会社2社が入札に入ってきて、えー、この太陽光先島の太陽光発電を落としてるんですよ。入札かけて。でもこの2社しか入ってきていないんですけども、入ってくる。で、この2社がその後合同会社を作って、その合同会社の株を上海、えー、電力が買って、事実上上上海電力がその太陽光発電の事業で乗っ取っちゃってるような状況。おかしいよねっていう状況になります。 でもお金のやり取りなんで違法じゃないかもしれないけれども、例えば神話工業という会社であれば、ちょっとこちらの情報をご覧ください。こんな感じですね。ここの代表がインサーダ取引の権威で家宅捜索を受けてたりするんですよ。あの、プロスペクトっていう会社は、もう今社名変えてますけれども、もともと不動産がのやり取りをしている会社。なので土地を買うノウハウを持っている会社なんだけども、これが今何やってるかと,いうと社名変えて、あの、バイオマスとか太陽光発電とかっていうのをやってるんですよ。土地を買うノウハウを持っている会社が太陽光に進出してきた。 なんでそこ欲しいということで、この人は株をどんどん買い込んでいって、このプロスペクトの経営権を乗っ取ろうとしてるっていうことが記事の中で書いてある。でも、こういうことは他でも別に起こってるので、この人が特別、あの、突出して悪いことをしてるっていうわけではないんですけども、株式を公開するって結局そういうことなので、経営権を担保にしてお金借りるっていうことなので、 こういう危険がはらんでくるということなんですね。で、これ、インサイダー取引を、の、まあ、県議でですね、まあ、家宅捜索を受けた後、あとですね、まあ、まあ、やっぱりどうしても噂が悪くなるってことになると、今度違う人と組んでですね、まだうごめいている。えー、これは2020年の記事かな。 まだうごめいているということなんですね。まあ、他の人と野望を組んでですね。このプロスペクトの経営権をまだ取りに行ってるっていう情報も出ている。じゃあ、片やですね、もう一個の日光エナジーという会社なんですけども、これ2011年に大阪で設立されているんですけれども、設立したその同じ月に、韓国の LG エレクトロニクスと業務提携してるんですよ。つまり韓国系なんですよね。そもそもが。業務提携できるわけないですから、日本のベンチャー企業が。韓国の が入ってるで、名前もですね、代表者の名前もチャンさんと言うんですけれども、これがわかんないのは中国系なのか韓国系なのかちょっとわかんないんですけれども、で、2015年になんてやっと韓国支社を設立してるんですけれども、まあ、沿線見ていくとですね、遠隔か遠隔見ていくと、まあ、韓国でいっぱい仕事してますねっていうようなところなんですよ。つまり、 ちょっとうがった、意地悪なんですね。意地悪な見方すると、まあ、日系の人とお金が儲かれば、何でもやってやるみたいなところが組んで、上海電力がそれを見つけて、上海電力とも組んで、大阪に乗り込んでいって、で、それを当時、大阪のトップだった人も、もし分かっていたとしたら、それを認めつつですね、入札を、その、まあ、日と、 おまあ、銭ゲバっていうかですね、ところで入札させて、それを上海電力に売っ払ったみたいな風にも見えなくはない。真面目に仕事されたらごめんなさいね、ごめんなさいなんですけれども、そういう風に見えなくもないので、その当時のトップの人はちゃんと説明した方がいいんじゃないのっていう話になっているわけです。で、橋本さんというのは、大阪市長自体が一番有名かと思いますが、その前は大阪府,府知事をやってたんですね。府知事。府知事をやって、任期3ヶ月前ぐらいで市長選があるっていうことで辞めて市長選出て行って、大阪市長になる。 っってるっていいるう方なんですけれども橋本さんは大阪府知事になってもう政治家デビューして成り立てそのわずか10ヶ月10ヶ月で3回も訪中してるんですよ、でその後もう上海万博なんかでもですね訪中してたりとかして何回も何回も中国行ってるわけですでものすごい便の立つ人なのでこの人と、まあ、弁論部でしたっけなのでこの人とこうな弁説でやり合ったところで多分勝てないんですよね。 はぐらかされるもう論点をずらすプロなのではぐらかされてしまうなのでたった1個だけ質問したいなという気がしますそれは中国に招かれて訪中した時にカラオケに行ったことはありますかこれだけちょっとお答えしていただきたいなと思う次第でございますでは本日の内容は以上でございますご視聴ありがとうございました